ッチャとはジャックボールと呼ばれる白いボールに最もボールを近づけた方が勝ちとなるスポーツで、パラリンピックの正式種目の一つです。障害がある人と健常者が一緒に楽しめるのが特徴で、この日は東京に本社を置く IT サービス業の CAC グループが観光振興分野で協定を結んでいる雲仙市で初めて大会を開催。県内外から障害者と健常者合わせて58人が参加し、試合を楽しみました。柔道、障害者でもできるっていう楽しさですかね。これからも続けていきたいと思います。一生懸命されてるのに感動してます。楽しいんですけど、もっと賑やかになったらいいなと思います。誰もが楽しめるボッチャ、 CAC グループでは今後も雲仙市での大会開催を検討することにしています。いいよ。